今、DH ヘラクレスオス、届きました。長旅を経て届きまして、まあ、今から、土の中マットの中に入れていきたいと思うんですけど、ちょっと国産のカブトムシと幼虫と比べてみたいなと思ってます。まあ、こっちにこれこの中に何匹か国産が入ってましてね、いましたね。これ結構ね、ほらでかいでしょ。これ、国産カブトで結構大きいサイズですね。もう一匹、だいたいこれが、幼虫の3例ですね。まあ、2回脱皮したあとこれぐらいの大きさ、まあ、これはねめちゃくちゃ国産にしてはでかい、まあ、今まだ10月の初旬なんでかなり大きく成長してますね。それとじゃあヘラクレス、これもね一応3例ってことで2回脱皮して3例で、まあ、どれぐらいの大きさかっていうのをちょっと今見ていきたいなと思ってます。しっかりねこれ梱包されてますよね。よいしょ、さあ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 、よいしょ。おー、これ糞も大きいね。糞が大きい、これ糞がほら糞が大きい、糞がでかい。国産とはサイズが違う。糞のサイズも国産だとね、これ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 糞ですね。ほらこれこの差 3,4 倍糞が違う。すごい。ちょっとこれいきます。うわー、糞がいっぱい。これでかい、でかいな。うわー、でかい、でか、全然サイズ違う。うわー、やば、やば、これこんなに違うんや。これ国産の3例でめちゃでかいですよ。こっちもすごい、すごすぎます。まあこれがヘラクレスの3例オス、まあ、これでもねそんなに大きくないという話らしいんで、ちょっとねもっとでかいのもいるらしいです。すごいです。